大変お待たせいたしました。定刻となりましたので会長お願いいたします。皆様こんにちは。代表執行役会長の久保田亮です。本日はご出席いただき誠にありがとうございます。それでは当社定款第13条の定めにより私が本日の議長を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ただいまから久保田製薬ホールディングス株式会社第8期定時株主総会を開会いたします。本総会の議事の進行整理につきましては議長である私の指示に従っていただきますよう皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。また株主様からのご質問ご意見に関しましては報告事項の報告及び決議事項の上程後にお受けいたしますので何卒よろしくお願いいたします。それでは本日の総会の決議につきまして株主数とその議決点数を事務局よりご報告いたします。本総会において議決権を有する株主数は 25,529 名、その議決点数は 549,514 個であります。本日ただいままでにご出席の株主数の合計は議決権行使書およびインターネットにより議決権行使をされた方を含めまして8606名、その議決件数は 245,420 個であります。従いまして本日の議案をご審議いただくのに必要な接続数を満たしておりますことを報告申し上げます。それでは報告及び議案の審議に先立ちまして連結計算書類に係る会計監査人及び監査委員会の監査結果を含め監査委員長の浅子より監査報告をお願いいたします。監査委員会の浅子でございます。監査委員会で協議を行い私とも監査委員の意見を一致しておりますので監査委員会を代表して私からご報告申し上げます。監査委員会は当社の第8期事業年度における取締役会取締役および執行役の職務執行全般について監査委員会の定めた監査の方針監査計画等に従い監査を行いました。その結果はお手元の招集ご注知51ページに記載の監査委員会の監査報告書の通り事業報告等は法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しており取締役の職務執行に関し不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。また内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であり内部統制システムに関する取締役及び執行役の職務の執行についても指摘すべき事項は認められません。次に第8期事業年度計算書類及び付属明細書並びに連結計算書類に関する監査につきましてはお手元の書類47ページから50ページに記載の当社の会計監査人であります三遊監査法人の監査報告書の通り会社及び企業集団の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているとの監査報告を受けております。また監査委員会としましても監査委員会の監査報告書に記載の通り三遊監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。なお本総会に提出しております議案及び書類につきましても法令及び定款に違反する事実または著しく不当な事項は認められません。以上報告申し上げました。ありがとうございました。なお当期の連結計算書類は先ほどの監査委員会の監査報告の通り会計監査人三遊監査法人及び当社監査委員会より適正適法である旨の報告を受けた後当社取締役会の承認決議を出て確定し報告事項となっております。それでは本日の報告事項である第8期事業報告連結計算書類及び計算書類の報告について
その概要をナレーションにより行わせていただきます。着席させていただきます。はじめに、当社の事業報告につきましてご説明いたします。当社グループは、眼科領域に特化し、グローバルに医療用医薬品、医療機器の研究開発を行う眼科医療ソリューションカンパニーです。当社グループは、次の通り研究開発を進めました。医療機器においては、近視の進行の抑制、治療を目指すウェアラブル近視デバイス、クボタメガネの開発を行っております。小児を対象とした臨床試験の結果、12ヶ月間実施した場合に結果を推測すると、基地の対象患者データと比較して、近視の進行を 131% 抑制、眼軸長の伸びを 96% 抑制させることができました。現在も科学的エビデンスを積み上げつつ、販売拡大に向けて開発を継続しております。在宅で網膜の状態の測定を可能にする在宅遠隔眼科医療用網膜モニタリングデバイス PBOS については、ハーバード大学医学部附属ジョスリン糖尿病センターによる臨床試験を開始しました。引き続きパートナー企業との共同開発、商業化の可能性を模索してまいります。 NASA米国航空宇宙局と共同で進めている有人火星探査に蛍光可能な超小型眼科診断装置の開発については、2020年4月に同プロジェクトのフェーズ1が完了し、現在もフェーズ2の開始について協議を続けております。エミクススタトエン酸塩についてはスターマルト病を対象とする第3層臨床試験のトップライン解析の結果、主要評価項目及び副次的評価項目の2群間の優位差が統計的に示されず、またその差は臨床的に意味のあるものではありませんでした。しかしながら、事後解析の結果、ベースライン時の萎縮病巣領域が小さい被験者グループに対して行った解析において、エミクススタト投与群の24ヶ月目の黄斑萎縮の進行率がプラセボ投与群に比べ 40.8% 抑制されたことを確認しました。この結果をもとに、今後も引き続き共同開発パートナーを探す等の活動を継続するとともに、エミクススタトの今後の計画について改めて検討してまいります。当連結会計年度の研究開発費は、前連結会計年度と比べて5億2800万円減少し、15億1300万円となりました。これは、エミクススタト塩酸塩の研究開発費用及びウェアラブル禁止デバイスの開発費用が減少したことが主な要因です。当連結会計年度の一般管理費は、前連結会計年度と比べて300万円減少し、6億100万円となりました。これは、経費削減施策の影響により、その他の一般管理費が減少したことが主な要因です。以上の結果、営業損失は前連結会計年度に比べて5億4700万円減少し、20億3800万円となりました。また、税引き前登記損失及び親会社の所有者に帰属する登記損失は20億1600万円となりました。続きまして、第8期連結計算書類及び計算書類についてご説明いたします。まず、お手元の召集後通知43ページに記載の連結財政状態計算書についてご説明いたします。当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて4億4300万円減少し、41億8200万円となりました。これは現金及び
現金同等物が減少したことが主な要因です。当連結会計年度末の非流動資産は前連結会計年度末に比べて3100万円増加し2億3800万円となりました。これは有形固定資産及びその他の非流動資産が増加したことが主な要因です。当連結会計年度末における総資産は44億2000万円となりましたが、このうち現金及び現金同等物及びその他の金融資産の合計額は40億4900万円と総資産の 91.6% を占めています。当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末に比べて1億8100万円減少し3億6100万円となりました。これは買掛金及び未払い債務が減少したことが主な要因です。当連結会計年度末の非流動負債は前連結会計年度末に比べて2800万円減少し1億900万円となりました。これはリース負債が減少したことが要因です。当連結会計年度末の資本は前連結会計年度末に比べて2億300万円減少し39億5000万円となりました。これは当期損失の計上により利益剰余金が減少したことが主な要因です。なお親会社所有者帰属持ち分比率は 89.4% となっております。続きまして、お手元の召集後通知44ページに記載の連結損益計算書につきましては、先ほどの事業報告においてご説明させていただいた通りです。個別の計算書類につきましては召集後通知45ページから46ページに記載の通りです。連結持ち分変動計算書、連結中期表、株主資本等変動計算書及び個別中期表につきましては、当社ウェブサイトに掲載しているインターネット開示事項の通りです。すでにご覧いただいているものと存じますので、説明は省略させていただきます。なお、計算書類に関する会計監査人及び監査委員会の監査結果は、先ほどの監査委員の監査報告の通りです。続きまして、お手元の召集後通知28ページに記載の当社の対処すべき課題についてご説明いたします。当社グループは、今後も持続的成長を実現していくために、1、株主価値の創造、2、研究開発投資によるイノベーションと成長の実現、3、資金調達の多様化と安定化、4、強力な特許ポートフォリオの維持、5、グローバルな経営体制の強化、6、継続的な情報収集の6つの課題を対処すべき課題として掲げ、経営に取り組んでおります。当社グループは、世界から失明を撲滅するという思いのもと設立されました。がん疾患に苦しむ患者様に対し、一日も早く革新的な治療法をご提供すべく、今後も役員・社員一丸となって研究開発を推進し、企業価値の向上につなげてまいります。株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。以上、報告事項についてのご報告を終わらせていただきます。議案の上程に入る前に、現在行っている事業の概要と開発パイプラインの状況について、私からご報告させていただきます。研究開発パイプラインはこちらにお示しした通りでございます。
ウェアラブル禁止デバイスですけれども、世界の禁止市場というのはですね、近年どんどん増加傾向にございまして、2050年には WHO の推測ではですね、全世界人口の半分まで禁止が増えるというふうに言われております。今の 30% から 50% 増えるということですので、まあ、禁止は増大傾向になる。で、中でも強度禁止と言われている、まあ、非常に失明の確率が高い禁止も、全人口の 10% になるということが予測されておりますので、禁止は増加傾向にあるので対処すべき課題ということで WHO も掲げているということでございます。またその中でもですね、全世界でも禁止は増えておりますけれども、軒並みやはりアジアではですね、禁止の人口の増加が非常に著しいということが知られております。20歳以下の禁止の保有率が 80% を超えている国が軒並み多くございまして、まあ、あの禁止にかかる費用というのは年に450兆円もかかっているということが、まあ、いずれ2050年かかっていることが予測されておりますし、強度禁止などの補助金が350兆円になるということが予測されているということでございます。まあ、あのアフリカなどでは 10% 以下ということを考えますと、やはりアジアで顕著に増えているということが分かると思います。で、アジアの中でも日本でもですね、小学生の禁止の、まあ、あの有病率がですね、40年間で2倍になっていたり、コロナによってさらに、有病率が増えているということが、分かっておりますので、日本においても禁止というのは非常に、大きな課題になっているということでございます。日本の視覚障害の、まあ、この内訳ですけれども、大体視覚障害者の患者さんは164万人日本でもいるというふうに言われておりまして、まあ、非常にあのお金もかかっていると。1兆3382億円の費用がかかっているということで、まあ、非常に大きなお金がかかっているので、あの医療福祉的にも大きな課題であるというふうに政府も認識しているということでございます。中でもその視覚障害の原因の中でもですね、緑内障、糖尿病性網膜症というのが、まあ、あの1位と2位ですけれども、第3位に病的近視、近視のまま、近視だけで、失明してしまうという人が実は彼を判明するのも多くいるというのが日本の現状ですので、まあ、たかが禁止と言われておりますけれども、あの失明に至る病気だということが知られています。またあの禁止っていうのは眼鏡をかければいいじゃないかということを言われる方もたくさんいらっしゃるんですけども、実は、禁止の、まあ、程度がどんどん重くなればなるほどですね、網膜剥離であるとか白内障だとか緑内障だとか、身近な病気になる確率が、こちらに示してましたように非常に高くなってしまうということが分かっていますので、まあ、根本的に禁止を治療することが、まあ、晩年こういう失明に至る他の疾患にかかることを予防することもできるというふうに考えられているわけでございます。でさらに、まあ、もともと5、6歳ぐらいから禁止が始まって、まあ、20歳までぐらいで大体禁止の進行が止まるというふうに昔は言われていたんですけれども、最近ではですね、7人1人の方は大人になってからも禁止が止まらず進行しているということが分かってきているので、そういった意味では、まあ、大人の治療も非常に重要だと考えるわけでございます。近視っていうのは、大きく分けて屈折性近視と軸性近視っていうのがあるんですけれども、まあ、多くは軸性近視と言われているものです。軸性近視っていうのは、眼軸というその目玉の大きさがですね、長軸方向、まあ、こちらの、 あの前後方向に伸びてしまう、それが、原因で網膜の適切なところにピントが合わなくて手前にピントが合ってしまうということで、それを、まあ、近視というふうに言われています。遺伝的要因と環境要因が両方あると言われてますけれども、まあ、この50年間で、まあ、あの非常に近視が増えているということを考えると、まあ、あの環境要因の方が大きいというふうに言われます。まあ、遺伝的要因というのは10万年単位とか100万年単位にしか影響を受けませんので、遺伝的な変化というのは。そういう意味では、近年のこの顕著な近視の増加には環境因子が非常に重要だというふうに考えておりまして、その環境因子の中でも、まあ、近くを見てしまう、スマホや、タブレットなどで近くを見るということと、あとはそれとなく屋外活動が低下している、まあ、そういうことがあるから非常に近視が増えている、でそういう理由があるから逆に、アフリカなど、屋外活動が盛んな地域では近視が増えていないというふうに現在推測されているわけであります。まあ、近視の治療というのは一般的には眼鏡をかけたりコンタクトレンズを、したりですね、場合によっては手術でレーシック ICL などを行うことが現在行われてますけれども、これは眼軸の長さに関しての影響を全く与えませんので、先ほどの、年を取ってから緑内障、網膜剥離、あるいは、黄斑変性、そういうものになる
確率というものには残念ながら影響を与えない、それはなってしまう、そういうリスクを下げるわけにはのような治療ではないので、まあ、本当に根本的にその目の長さが伸びてしまわない治療というのが今現在求められている治療だということがわかります。その中で、我々は、マクモトメガネという技術を開発しているんですけれども、もともと近視というのは、まあ、目玉がこう細長い形になってしまったために、まあ、あのピント面というのは、まあ、球面なので周辺部の網膜においてピントが網膜後ろに合っている、そうすると網膜がどん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 そのピント面を追いかけて眼軸が伸びるという悪循環に入っていくというのが、まあ、遠視性デフォーカスセオリーというのがあるんですけど、それを逆手にとってですね、近くの方にピントをまあ、投影することによってピントがずれたイメージを投影することによって、まあ、眼軸を手前に引っ張ってあげようというのが、まあ、我々が考えている、マイクリフォーカスセオリーという、技術でございます。まあ、それを、まあまあ、オーギュメントリアリティの技術で、実施しているということでございます。で、まあ、幸いですね、この一日中、まあ、普通起きてられた活動しているんですけども、1日1、2時間 の, その、マグニティフォーカスをやることで、その残りの起きている時間の16時間ぐらいのハイパーオピティフォーカスで、遠視性のデフォーカスで近視が悪くなるという状態を打ち消すことができるということが分かっているので、まあ、このメガネを1日中かけてなくても、十分効果があるだろうということが、言われているわけであります。で、クボタメガネってどういうメガネかというとですね、先ほど申し上げましたように、環境要因の中で重要なのは、まあ、近県作業をしていることや室内にいることが、まあ、近視をすごく悪くするということが分かっているわけですけども、その逆で、まあ、眼鏡をかけることによって目が外にいるような形の体験をさせてあげるということで、まあ、発している光が自然光に近い光であるだとか、あるいは遠くを見ているような状態の、まあ、近視のデフォーカスを与える、そういうものを、まあ、工学的にオーギュメンテルリアリティ技術で、まあ、再現しているということでございます。でこの製品自体はですね、ヨーロッパの、まあ、国際スタンダード ISO スタンダードの13485というのは、子どもの小さなお子さんでも使っても安全である、まあ、いろいろこの出てくるエネルギーだとか、あるいはバッテリーの熱だとか、あらゆる検査をして小さなお子さんがかけても安全、非常に軽いですし安全であるということが、認められて、そのような13485の認証も得ているデバイスでございます。でマイオピックデフォーカスという概念は、まあ、我々このアクティブにやるというのは、まあ、我々やってるんですけども、実はその周辺部のピントを手前に持ってくるというのはですね、まあ、多焦点レンズを使ったりとかいろいろな他社技術が徐々に今開発されてきているんですけれども、それらの技術はいずれも1日中ですね、周辺部がボケた状態にしてあげなきゃいけないというものなので、まあ、我々は、まあ、アクティブに積極的に、コントラストの、まあ、強い像のでフォーカスしたものを与えているために1日1、2時間、まあ、トレーニング用のメガネとしてかけることで近視の抑制がされることが我々のパイロットスタディから認められておりますので、そういった意味では、まあ、この方に使っていただけるのではないかというふうに考えています。まあ、こちらに示しておりますのは他の、まあ、近視をコントロールするという技術が、ホヤだとかシロルだとかウーバービジョン、これはまあコンタクトレンズですけども、あるいはメガネバイオレットライト、そういったものがいくつか出ているんですけれども、まあ、比較表ですけど、我々の特徴といたしましては、使う時間が非常に短いということと、あとはそれによって得られる効果が、まあ、他の技術に比べて大きいことが、パイロット試験の範囲から予測されているということでございます。そういった意味で、競争優位性が十分あるのではないかというふうに考えているということでございます。このようなクボタグラスですけれども、2022年の8月に、日本での販売を開始いたしまして、12月には、日本のですね、この近くの神楽坂のそばにですね、クボタグラスストアというのをオープンいたしまして、直営店として、販売しております。また、株式会社アイプリア様のような販売代理店とも、契約をしておりますし、眼科医さんとも、契約を、順次してですね、少しずつ販売も広げるということでございます。来たる5月13、14日は、福岡ですね、九州地方でもポップアップストアを開催することを予定しております。最近は我々のメガネの技術がすごく面白いということで、私は河野太郎大臣に呼ばれまして、自民党でこの話をしてくれと、まあ、近視の課題がすごく大きいのでということで、理事長でも何か応援できないかということで話に来てくれと言われたので、させていただきました。非常に関心を持っていただけたと感じております。
続きまして、我々開発している遠隔医療のモニタリングデバイスですけれども、まあ、これは先ほどの説明がありまして、皆さんが開発しているんですけれども、まあ、家にいながらにして網膜の状態が、お医者さんにも分かるし、それが異常があれば患者さんにもその異常が伝わるというそういう、まあ、診断装置なんですけれども、現在、まあ、ハーバード大学ですね、世界で一番、糖尿病の研究が進んでいる、世界最高の研究機関であるジョスリン糖尿病センターが、我々のデバイスを採用して、遠隔医療 の、まあ、臨床試験を現在行っているということなので、まあ、非常に高い評価をいただいているというふうに感じています。続きまして、エキスタテンサインですけれども、こちらは第3層臨床試験のスターガルトに関して2年間にわたって行いました。残念ながら、トップラインデータに関しては、プライミリーエンドポイントを満たさなかったんですけれども、その後の送別解析によってですね、早期の、まあ、黄斑病変が小さい方、早期発見した場合は、40% の抑制効果があるということで、まあ、非常に大きな有意差が得られたということがございました。まあ、これはアルツハイマー疾患でのさまざまな神経変性症共通なんですけれども、やはり早期発見して早期治療をしないと、ある程度病気が進行してしまうと、もう手遅れでそこからいくらブレーキをかけようと思っても進んでしまうということが、まあ、我々のこのスターガルト病でも示された形になりましたので、今後は、このような早期発見 の、 より小さい病変の方にこの薬を投与していくということで、まあ、事業化を目指していきたいというふうに考えています。以上でございます。では、引き続きまして本日の株主総会の決議事項である議案を上程いたします。議案はまず第1号議案、定款一部変更の件です。業務の効率化と事務所賃料単価の削減を目的として、本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区へ変更するものであります。なお、関連する付則を設けるものであります。また、当社のコーポレートガバナンスの在り方を再検討した結果、当社の事業規模や他の上場会社の動向などを踏まえ、これまで同様に健全なコーポレートガバナンスを確保できる体制として、監査等委員会設置会社に移行するものであります。詳細につきましては、招集後通知7ページから11ページの記載の通りでございます。なお、本店所在地の変更に関しては、2023年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、監査等委員会設置会社への移行に係る変更に関しては、本総会の終結の時をもって、それぞれ考慮を生じるものといたします。続きまして、第2号議案。監査等委員である取締役を除く取締役2名の選任の件です。第1号議案、定価一部変更の件が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員は定価変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社への移行後の監査等委員である取締役を除く取締役2名の選任をお願いするものであります。つきましては ご招集通知12ページから14ページに記載の候補者、私、久保田亮、市川伊義の2名を一括して選任することをお願いいたします。続きまして、第3号議案、監査等委員である取締役3名選任の件です。第1号議案、定款一部変更の件が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査委員会の同意を得ております。つきましては、招集後通知15ページから18ページに記載の監査等委員である取締役候補者、牧恵美子氏、堀内勤氏、吉崎浩一郎氏の3名を一括して選任することをお願いいたします。続きまして、第4号議案、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬などの額決定の件です。第1号議案、定款一部変更の件が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢など諸般の事情を勘案し、
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬などの額を年額3億円以内、うち社外取締役分は5000万円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額支給の時期などの決定は、取締役会の決議にするものとすることにつき、ご承認をお願いするものであります。当社は監査等委員会設置会社への移行後の取締役の報酬について、その職位や個別の職業などに、業績などに応じて、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮し、基本となる固定報酬及び株式型報酬で構成することを基本方針といたします。本議案に係る報酬などの額は、当該方針に基づいて固定報酬及び株式型報酬を支給するものであり、相当であると判断しております。詳細につきましては、招集後通知19ページに記載の通りでございます。続きまして、第5議案、監査等委員である取締役の報酬などの額決定の件です。昨今の経済情勢など諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬の額を年額5000万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額支給の時期などの決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることにつき、ご承認をお願いするものであります。本議案にかかる報酬などの額は、監査等委員である取締役の職責に照らして相当であると判断しております。詳細につきましては、招集後通知19ページに記載の通りでございます。続きまして、第6号議案、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件です。会社法第236条、第238条、および第239条の規定に基づき、当社の社外取締役を含む取締役、使用人およびコンサルタント並びに、当社子会社の社外取締役を含む取締役、使用人およびコンサルタントに対して、無償にして発行する当国庁としての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会にすることにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。詳細につきましては、招集後通知20ページから24ページの記載の通りでございます。以上で決議事項の状態は終わりです。では、議案の採決に入らせていただきたいと存じます。それでは、第1号議案、定款一部変更の件を採決いたします。本議案の内容は、先ほどご説明した通りです。本議案につきまして、ご賛成の株主の皆様は、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。議決権行使及びインターネットによるご賛成を合わせ3分の2以上の賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認に可決されました。続きまして第2号議案、監査等委員である取締役を除く取締役2名選任の件を採決いたします。本議案の内容は先ほどご説明した通りです。本議案につきまして、ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。議決権行使及びインターネットによるご賛成を合わせ、半数のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。続きまして、第3号議案、監査等委員である取締役3名選任の件を採決いたします。本議案の内容は先ほどご説明した通りです。本議案につきまして、ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。議決権行使及びインターネットによるご賛成を合わせ、過半数のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。続きまして、第4号議案、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬などの額決定の件を採決いたします。本議案の内容は先ほどご説明した通りです。本議案につきまして、ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。議決権行使及びインターネットによるご賛成を合わせ、過半数の賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。続きまして、第5号議案、監査等委員である取締役の報酬の額決定の件を採決いたします。本議案の内容は先ほどご説明した通りです。
本議案につきまして、ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。決議案交渉及びインターネットによるご賛成を合わせ、過半数のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。続きまして、第6項議案、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件を採決いたします。本議案の内容は先ほどご説明した通りです。本議案につきまして、ご賛成の株主の皆様、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。議決権行使及びインターネットによるご賛成合わせ3分の2以上の賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。以上をもちまして、本総会の議事はすべて終了いたしましたので、本総会を閉会いたします。株主の皆様には、ご多忙のところ、当社株主総会にご出席をいただき、誠にありがとうございました。以上をもちまして、散会といたします。